ここがイースンの言った通報峡谷かな。ここに姫が。すぐに助けるから、あともう少しの辛抱だよ。待っててね。見た感じなんか今までの場所と違いがわからないけど。皆さん、ここは妖気が強いです。気を引き締めてください。妖気、それなら妖壺太夫のせいだ。きっとあいつが何かしてる。それなら場所は間違いなさそうね。ねえねえ、こっそり行って救ったりできないかな。妖壺太夫の力がどれほどのものか分かりませんが、この妖気がその妖壺太夫のものだとすれば、忍んでも見つかる可能性は高いと思います。やっぱりそうだよね。オッケー、それじゃあ変身してスピード勝負といこう。おなじみの刮目せよ。私についてきなさい。と、これはどう？はっ、せい！はっ、やっ、はっ、たん！てや！やっ、せい！たん！てや！いった！やっ、そこ！てやっ！貴重なものだといいわね。この術で、かっ！やっ！やっ！ふっ！せい！無駄よ！やっ！かん！ふっ！かん！活用させてもらうわ。くらいなさい。やっ、覚悟はいいかしら。そりゃあ、やっ、やっ、そこもらった。せい、そこ、てやっ、この術で。それ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 。やっ、やっ、そこ、そこ。ベール、私にお任せを。やりましたわね。はっ、逃がしませんわ。やっ、そこ。それ、いただきましょう。見つけた、妖壺太夫。うぬ、こんなところまで追ってくるとは。お主らは何か勘違いをしてるだの。わしは姫を救ってやっただの。え？そうなの？でもこれまで聞いていたことと言ってることが違うわね。苦し紛れの言い訳に決まってるでしょ。こんなところまで逃げておいて言い逃れできるとでも思ってるの？要はきっと姫を始末するつもりだの。わしは姫の身を案じ、隙を見て姫をさらって隠れただの。見つからないようにするのは当然だの。スチームレギオンは姫を始末するつもりだったのか。
奴らは姫の能力とやらも知ってる可能性があるな。ルフフ、そうだの。お主らの敵はスチームレギオンだの。姫のことはわしに任せるだの。バカだ。お前が奴らに組みしていなければ、V の国は落ちていない。さらう必要もなかったはずだ。わしは元バーチャ流の頭目。V の国の実力は知ってるだの。どうあがいても時間の問題だったと思うだの。その時間があれば私たちが間に合ってたのよ。あんたが邪魔したのも忘れてないわよ。わしは姫には絶対に危害を加えん。信じるんだの。勇気ならばわしが嘘を言っていないことがわかるぬの。バーチャ流忍術を教えてやった恩を忘れたぬの。そんなもの。勇気、俺のセリフをやる。言ってやれ。そうだった。ようつぼだゆ、悪いね。私は記憶を失ってたんだ。恩なんて覚えてない。ぬぬぬ、覚えてないとはなんだの。それにお主は姫の幸せを全然考えてないだの。わしは姫の命の恩人だの。その恩人が姫を愛し幸せにする自信もある。どう考えてもわしといた方が幸せだの。ビジョンの姫は疲れ切ってた。そんなことにすら気づけないお前が姫を愛してるって。それに何より、大事なのは姫の気持ちだろ。ルル姫にはたっぷりと愛の言葉をささやいただの。きっともうわしの虜だの。ダメだこいつ、話にならない。もういい、姫を返せ。元忍者と言ったな。血祭りにしている。今閉めろ。やはり泣き落としもダメだの。ならば仕方ない、相手をしてやるだの。わしの妖怪がな、さらばだの。牛は努力と粘り強さの象徴、何度でも現れる。ちょ、また？もう何体いるのよ、しつこいわね。こいつは今までのに強そうだ。早く倒して追いかけよう。来ますわね。この術で。え、決めますわよ。この術で。はっ。よっ、そこ。この程度ですの。それ。聞きませんわ。はっ。よっ。聞きませんわ。ネプテューヌ。任せて。見せてあげるわ。かわせるかしら。この術で食らいなさい。かわせるかしら。今のは聞いたわ。くらいなさい。くらいなさい。くらいなさい。くる。
これはどう？この邪魔せるかしら。はあ、これ以上受けきれない。それ。もらった。や。や。や。そこ。この術で。終わったわね。何度出てこようと私たちの相手にはならないわ。それであいつは？妖怪の気が多すぎて四つぼ太夫を特定するのは難しい。どっちかな。こっち。方角は見てたし姫を感じる。ずっと一緒だったから私にはわかる。ついてきて。私もアール姫を感じますわ。やっとお会いできるのですね。どうしてベールが感じるのよ。もしかしてあなた妖怪に。何をおっしゃいますの。アール姫が気絶している姿を見ていますし、私の優れた感覚ならこれくらい当然ですわ。まあまあ、わかるならいいじゃないですか。ゆきちゃん、行っちゃいますよ。ふっ。活用させてもらうわ。やっ、せい。そこ。もらった。それ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 。ひどい。くらいなさい。女神四人の名において、これがコンパ流の真髄。てやっ、そこ。てやっ、ベール、私にお任せを。はっ、やっ、この術で。はっ、えっ、せい。はっ、やっ、逃がしませんわ。はっ、そこ、そこですわ。少しまずいですわね。やっ、そこ。やりましたわね。ネプテューヌ、任せて。えい。これは何かしら。ふっ、それ。この辺で間違いない。洞窟ってあれじゃないかしら。ルルルル、隠れ家は一つではない。移動してしまえばこっちのものだの。話しなさい。話さないならビジョンで勇気に。無駄だの。その弱った体では力は使えないだの。おとなしくしないと不本意ながら気絶してもらうことになるだの。そこまでだ。お前は抜け人なんだってな。抜け人を追うことに慣れている私たちからはそう何度も逃げられんぞ。なぬ、もう追いついたぬの。わしのとっておきの妖怪はどうしただの。倒したに決まってるだろう。何度も同じ手ばっか使いやがって。もしかして自分では何もできないのか。ぬぬぬぬぬ、
さすがにこれは苦しいだの。ユキ、やっと、やっと会えた。姫、遅くなってごめん。もう大丈夫。まずは姫を解放してください。そうすれば話ぐらいは聞いて差し上げます。かくなる上はさらに妖怪を召喚し逃げるだの。わしの妖怪はまだまだおるだの。なんてやつなの。往生際が悪いわね。そこだ、今閉めろ。姫さえ取り戻せば逃げられないだろう。忍者なら俺と戦え。さすがホムラちゃんとゴーさん、二人とも神出鬼没なだけある。ルルルルル、今度こそ終わりだの。ヨウツボ太夫、もう諦めなさい。可愛い子をめでても手を出せば捕まるもの。それを分からせて差し上げますわ。ベールはどの口が言ってんだ。お前がヨウツボ太夫を戒めんのか、それとも自分を戒めてんのか。終わりなのはお主らだの。誰が言ったんぬの、わしが弱いと。ボーチャ流忍術と妖術の融合、見せてやるだの。妖怪軍団の狩猟が相手をしてやるだの。やっ、やっ、ふっ、そこ、えっ、ふっ、そこ、えっ、えっ、ふっ、たん、えっ、ふっ、そこ、ふっ、ふっ、やっ、ふっ、たん、ふっ、この術で、はっ。はいいかしら。やめい、そりゃ、え踊ってみせるなの。やっ、聞かないわ。踊ってみせるなの。ダブリ焼きだの。これが毛量の王の妖術だ。やっ、もらった。それ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 、やっ、やっ、ベール、私、さあ、ご覧なさい、これが私の力。やっ、これが毛量の王の妖術だ。はっ、来ませんわ。それ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 、逃がしませんわ。やっ、今のは聞いたわ。やっ、せい、ふっ、はぁ、もらった。それ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 、えっ、えっ、えっ、それ、やっ、ふっ、と、覚悟はいいかしら。はぁ、えっ、ふっ、踊ってみせるなの。火のごとく撃滅。と、これはどう。踊ってみせるなの。女神四人の名において、チャンス。これがコンパ流の真髄。
負けただの。貴様ら寄ってたかって卑怯だの。あなたはスチームレギオンと協力し妖怪を刺激し卑怯な手を使っていたでしょう。不利な時だけの正々堂々などありえません。ヨウツボダユ、行け。姫に、V の国に二度と関わるな。ルルルルル、いい気になりよって。必ず後悔させてやるだの、ジグショー。甘くないか。あいつはまた来るだろう。まあ、何度でも倒すけどな。姫、これでいい。また来ても必ず守る。約束する。はい、私は勇気を信じてますから。大丈夫？ああ、こんなに疲れ果てて。大丈夫です。疲れているだけで、少し休めば。わかった。私の腕の中でゆっくり休んで、そしたら帰ろう。あの勇気、皆さんが見てますから。そうだけど、みんなには姫を紹介してほしいって言われてたんだ。我慢して。そうでしたか。いえ、よく考えるとそれはおかしいです。そう？何もおかしくないと思うけど。いえ、もう大丈夫です。皆さんにもお礼をしないと。こっちが V の国の姫で、私の主君R 姫だ。 R です。この度は勇気に助力し、私を助けていただいてありがとうございます。 V の国とは同盟国。これまでも会う機会がなく、ようやく姫にお会いできましたわ。私は鳩の国の女神四人のベール。勇気さんのように甘えてくださって構いませんわ。ベールさん、逆でしょ。姫の方が言うならともかく、私たちが遠慮せずにって怒られるんじゃ。勇気。みんなは無礼で非常識でおかしい人たちだけど、私の仲間だ。強くて信頼できる。でもベール、くっつくのはダメだ。お前らいい加減にしろ。勇気はR姫を送っていけ。私たちは富士山に向かうぞ。そんな、私だけ手伝ってもらって終わったからさよならって、それはない。私たちは仲間だ。スチームレギオンには国を落とされた貸しもある。雅の案が無難なとこだな。R姫は一人で返せないし、危険な場所に連れていけねえ。守るのが任務だろ。心配するな。別行動でも俺は忘れない。そんな心配は誰もしてないわよ。他もくだらないこと言い出す前に、勇気も早く行きなさい。それでは皆さん、くれぐれもお気をつけて。私も姫を V の国に届けたらすぐに追いつきますわ。何を約束をしてるのよ。ベールはこっち、私たちは女神四人なんだから、いないとバランスが悪くなるでしょ。面白い方々ですね。勇気が私以外に心を開いたのも分かります。おっと、なんだって、あれはスチームノバじゃないか。またか。どこから現れた。しかし、船を落とすとは何を考えてるんだ。あれはちょっとやべえな。悪鬼を蘇らすために手段を選んでね。供物大社ってのもどうなってることやら。え？これは。どうやらふざけている場合ではなくなりましたわね。名残惜しいですが、二人は早く行ってください。私たちは参りましょう。姫、私は分かってます。私も一緒に行きます。
それなら勇気もいけるでしょ。ちょっと待って、姫を危険な目に遭わせるわけにはいかない。勇気の言う通り、私たちは遊びに行くわけじゃないし、危険よ。覚悟の上です。悪鬼と聞いては伝説の巫女の血を引く者として見過ごすことはできません。ま、いいんじゃない。救ったばかりだし、すぐピンチになったりしないわよ。それに国のトップが最前線で戦うなんてよくあるでしょ。責任重大だ。絶対に守ってみせる。それが私の忍びの道だから。私も異論はありません。さ、先を急ぎましょう。ありがとう姫。みんな、あれはあれは着陸には見えないけどね。敵は供物平坂へ行ったとみて間違いないわね。ネプコたちは間に合ったのかしら。あそこについている方が心配です。でもネプネプは運がいいですから、きっと間に合わず助かってると思うです。供物平坂に向かったのであれば、テツコとヨウが言っていたことに嘘はなさそうですね。狙いは悪鬼の復活。イストワール様、かつて悪鬼はコンパ源流祭と伝説の巫女によってどのように倒されたのですか。詳しく調べたところ、伝説の巫女にはシェアを束ね、一つの玉を作り力とすることができたそうです。シェアを束ねるですか。どこかで聞いたことあるですね。それってシェアクリスタルみたいじゃない。シェアエネルギーを蓄積して貯めておける。人工シェアクリスタルとでも言うべきでしょうか。そしてその力を使い、悪鬼の力を封じ、弱った悪鬼をコンパ電流祭が打ち倒しました。じゃあテツコとヨウはシェアエネルギーを集め、アール姫に悪鬼の力を封じさせようとしたのかしら。それはわかりません。二人は小さなシェアクリスタルを持っていましたし、アール姫にはそこまで固執していませんでした。シェアエネルギーは取られちゃったですが、それでもその人工シェアクリスタルは作れるですか。難しいでしょう。シェアエネルギーもそうですが、アール姫にどれほど力が受け継がれているのか。本当のところはわからないけど、シェアクリスタルを扱える人間を排除しようとしたって線が考えられるわね。難しいです。でもネプネプたちなら何とかしてくれるです。私は美味しい料理を作って待ってるです。そうね、きっとお腹を空かせて帰ってくるわよ。みんなさっさと終わらせて帰ってきてよね。どうしたの？
ここから富士の樹海です。山頂に向かうにはここを抜けなければなりません。姫、みんなから離れないで。この先は敵だらけだ。みんな空が真っ黒みたい。何？俺は空だったのか。ゴーさん、さすがにそれはわざとやってますよね。何のことだ。行くぞ。俺もまだ甘い。今しめよう。さあ、行くわよ。いいかしら。そりゃあ、やっせいたん。それ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 。ふっこの術で。いただきましょう。この術で。よっ。いいですわね。と。えへい。この術で効きますわね。逃がしませんわ。効きますわね。はっ、これ式。はっ、やはっ、遅い。この術で。この術で。はっ。この術で。はっ。手に入れましたわ。皆さん、空がさっきより黒く、まるでゴーさんみたい。ああ、あの下にヨウ・ゲイマがいる。私には乗ってくれない。聞こえてないのかな。なんでアスカが暗くなっているのよ。空の話はどこに行ったの。黒い煙がどんどん出てきてるわ。あれって
壊れて落ちたからじゃなかったのね。あれはただの煙ではありません。蜘蛛巣平坂から溢れ出ているのでしょう。なるほど、先ほど姫が感じていたのはそれだったのですね。冥界の正気のようなものを感じますし、この辺りはすでにその領域に侵されつつあります。ということは、悪鬼はもう復活したのか。蜘蛛巣平坂にいるんだろう。そんな簡単な話ではない。本来蜘蛛巣平坂とは道のことだ。悪鬼がいるとしたら道の先、冥界の奥だろうな。ああ、船が落ちてからそんなに時間は経っていない。まだ間に合うな。追う方が早いとはいえ、追いつくのは難しいでしょう。悪鬼を復活させている間に追いつけるかどうかといったところですわね。悪鬼って何なの？実は弱かったりしないかしら。ほら、たまにあるわよね。苦労して取った伝説の武器が実は店売りの武器より弱いとかね。そんな笑い話みたいなことあるわけないでしょ。ないわよね。そういえば、悪鬼がいたってことしか聞いてないわ。姫なら何かわからない？そうですね、この世界で命尽きた者の魂、光ある世界に這い出ようとして叶わなかった無数の怨念の集合体というものらしいです。それでは悪鬼がどんなものかわからんが、怨念が生み出した存在が押し寄せるとしたら、やはり復活は阻止すべきだろう。なーに、いざとなればハニパ流の力で何とかしてやる。勝てたとしてもすでにこれだけの影響が出ています。今度は町が壊されてしまったでは済まない可能性もありますわよ。そうだよ、私もできればあれとは戦いたくないな。何としても阻止、追いつこう。この術で。そこですわ。よっ、そこ。あっ、それ決めますわよ。と、逃がしませんわ。行きますわよ。ネプテューヌ、任せて。その程度？そこ、覚悟はいいかしら。食らいなさい。もらった。そりゃ、これは何かしら。えい、ふっ、えい、やっ、えい、ふっ、もらった。それ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 、いや、そこ。
それ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 、見舞いする。1、2、3、手当、叩きつく。やるわね。覚悟はいいかしら。やっ、ふっ、そこ、ふっ、喰らいなさい、喰らいなさい、ふっ、この術で、いやっ、覚悟はいいかしら。やっやっ、ふっ、山の土は踏ませない。帰れ。森を抜けるには当然いるわよね、ボスキャラが。妖や機械忍者は踏みまくってるんだから、通してくれてもいいじゃない。そうだそうだよ。忍者は通す、機械忍者も通す。だが忍者と忍びは通さない。コンパ流の真髄。しまいましたわ。それ。ふっ。いや。ふっ。え。この術で。ふっ。喰らいなさい。ふっ。喰らいなさい。この術で。ベール、私にお任せを。戦いになったぞ。
こまでとはな。終わったわ。あとはこのまま森を抜けて、いよいよ山頂ね。うん、山頂までは待ち伏せもなさそう。一気に行きましょう。でも山頂までは結構な距離になるけど、大丈夫かしら。山登りと言ってもいいくらいよ。これも修行です。決戦を前にパワーアップできるね。無理させてごめん。あの時の疲れがまだ残ってるだろうから、ほら私に寄りかかって休んで。運動不足だな。姫だからといって動かないからそうなる。皆さんすみません。ほとんど引っ張ってきてもらったようなものなのに。少し休めば大丈夫です。ここまで走ってきているんだから、誰だって疲れるのは当たり前でしょ。運動不足とか関係ないわよ。姫にも無理をさせてしまい、申し訳ありません。ですから、私がお姫様抱っこをすると申し出ましたのに、遠慮なさるから。そんな気丈な姫も素晴らしいと思いますわ。そう言いながらも、何か企んでないか？ブランは疑い深くなりましたわね。私は姫の辛い顔は見たくないだけ。それだけですわ。ベールさんの気遣い感服しました。それでしたらお姫様抱っこをしていただいた方が良いと思いますが。気持ちは嬉しいですが、やっぱりお姫様抱っこは恥ずかしいですってば。全体が山頂を完全に塞いでるな。供物平坂に入るには中を通るしかない。壁の壊れてるとこから入れそうだね。うわ、よく考えるとここに入るのか。大丈夫かな。ちょっとぐらい黒くなっても忍者らしくていいじゃない。マックールを見なさい。黒い衣装はいい。何も恐れることはない。あの、私は黒く汚れるとかじゃなくて体の心配をしてるんだけど。恐れることはない。その通りだ。陽と鉄子はこの正気の中や供物平坂を通ってるんだろう。奴らが大丈夫ならこちらも大丈夫だ。その理屈はどうなんだ。だが行くしかないな。ちょっと前までアスちゃんたちとは敵同士。ゴーは突然襲いかかってきて勇気は釣れなかったけど、バカな話も楽しいわね。うん、そうだね。でも同盟が終われば。そういうのは全部終わった後。バカな話とともにいくらでもしましょう。変なこと考え出す前に行くわよ。